はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校3年生の教科書1章のテスト対策やっていきます。で、2問ありますので、まず動画1回止めていただいて、ここでチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっと不安だったり分かんないのがあれば、今からね、自分が解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。でね、今回ちょっと特別で、この問題、普段動画使ってくれてる高校1年生の方なんですけど、が、去年自分が中3の時に先生が出した、まあ、実際ね、テストで出てきた問題用紙と、回答用紙、模範解答をね、写メで送ってくれて、結構ね、送ってくれる方多いんですけど、で、その中から使わせてもらいました。だから実際にね、ある学校の、ある先生が出したもの、そのまま使ってるんですけど、じゃあ行きましょう。またね、出てくれるといいですね。みんなの学校でもね。で、1番が予想します、まず。連続する2つの整数で、大きい方の数の2乗から小さい方の数の2乗を引いた差はどのような数になるかを書きなさい。まあ予想しなさいっていう感じだね。で、こういうのは基本的に試します。自分で。で、連続する2つの数、つまり5、4とか6、5とかで試すんですよ。例えば、じゃあ見たら5で言ってみようか。大きい方から小さい方ありますよね。引くと、25-16 なんで9なんですよ。9。で、これがどういう風になってるかっていうやつ。で、例えば、じゃあ他も行こうか。6と5行ってみる。6の2乗から5の2乗。36から、25引くから11。で、あんまりでかい方はちょっと辛いね。15とかやるとできるけど、めんどくさくなるから。じゃあ11とか行ってみようか。こう。これ121で、これ100だから、21か。で、何かをね、掴めるといいんですよね。最初だとさ、3の2乗じゃんって思うんだけど、微妙に2乗になってないから、なんだろうって考えた時に、いっぱいね、試してって、これ、9ってここの数足してるんだよね。5足す4が9、6足す5が11、11足す10が21っていう。で、実際これが答えなんです。どうなってますかって言ったら、2つの整数を足したものになってますって。つまり1番の答えは、消すやつがなかった、ちょっと待ってね。で、こういうのはまあ予想ね、これじゃ、この問題じゃなくても構わないですけど、とにかく試す、自分でね、っていうのが一番大事で、答えが2つの整数の、まあ、足したものなんでね、和になると。これが一番の答えになります。で、それをじゃあ証明しなさいと。で、もちろんこういう出され方をされなくって、最初からね、1番連続2つの整数がふにゃふにゃって書いてあって、2乗引いた差が2つの整数の和になることを証明しなさいっていう風に出されることもあります。それはすごく有名な問題なんですけど、まあそっちでもね、使えますんで、ぜひ見ていってください、この後も。2番。で、まず、証明をしていくので、文字で置いていきます。で、まあ、小さい方を置きましょうか。小さい方の整数を、まあ、文字 X の方が分かりやすいかな。N とかでも全然いいんですけど、どうしよう。まあ、どっちでもいいんだけどね。N でいこうか。じゃあ、N と置きます。N とすると、小さい方を置いたことによって、大きい方の整数も N を使って置くことができます。整数は、今連続するからさ、6、5とか、さっき5、4ってなってる。離れた数字ではないので、小さい方が N だったら、大きい方はそれに1を足したものだよね。6、5だったら5に1を足したら6になる。つまり、これも N に1を足せばいいから、N 足す1となる。連続するっていう、なってるときは、一つの文字でできます、必ず。これを二つの文字で置かないでください。その辛くなるからね。で、あとはやっていくの。大きい方の数の二乗でしょ？つまり、大きい方だから、n プラス1の二乗から、小さい方の二乗を引くんです。それをやれって言ってるからね。で、これを計算していくと、今回、右全部余っちゃいそうだね。
で、これ展開します。n の2乗プラス 2n プラス1マイナス n の2乗です。で、これ計算すると、n2 乗消えるんでね。2n プラス1となりました。で、ここまでで終わらしたいとこなんですけど、もう一歩踏み込みます。せっかくなんで右行こう。今、結論、答えね、ゴールとしては、二つの整数の和にしたいの。二つの整数っていうのは、n と n たす1でしょ。だから、二つの整数の和になってることをちゃんとはっきり示したいので、イコール、2n プラス1って、n たす、n たす1ですよね。無理やり分解すると。ごめん、ちょっと出た。ごめんよ。n たす n たす1。で、ここまで持っていけば、二つの整数の和になってるでしょ。で、ここまで持っていけば OK。で、あとは言葉で締めます。まあ、よって、まあ、なんでもいいんだね。よって、ちょっと長いんですけど、待ってね。まあね、ここで限定されたくないからちゃんと書こうか。連続するから書きます。ちょっとね、黙々と書くんで、早くしても構わないです。連続する二つの、整数で、これを写してるだけなんだけど、大きい、ひえ、方だった。まあね、方がなくても罰にはならないだろうけど、大きい方の数の2乗から、インクが怪しいな。待ってね、インクやばい。小さい方の数の2乗を引いた差は、で、これね、2つの整数の和になると、はい、これで終了といった感じで、インクもやっとなほんないなね、解いていただければと思います。で、実はですね、これ、まあ、そのね、送ってくれた子の模範解答、まあ、その子にも聞いたんですけど、これ実際ね、まあ、これが理想な答えなの。どうなりますかって、2つの整数の和になるって、まあ、このまま出されることが多いんですけど、実際 2n プラス1じゃないですか。これって小さい方が n でしょ。小さい方の整数を2倍して1を足したものと一緒になるとも言えるわけですよ、無理やり言うんだったら。で、それも一応その先生は丸にしてくれたらしいです。はい、まあ先生の理想の答えは多分こっちなんですけど、言ってることは間違ってないので丸にはなったらしいんですが、もしみんなの定期テストで出された時ね、同じように出された時にそれが丸になるかどうかちょっと怪しい。多分先生はこれを求めてるからね、この2つの整数の和になるっていう。だから今回は予想させて、それを証明だから、予想がね、そっちに小さい方の数に2倍をして1足したものに予想がいってしまうと、そういう流れになるんだけど、まあ最初からね、予想ではなくって、こうしたものが2つの整数の和になることを証明しなさいだったら、これが絶対ね、答えになりますんで、まあ、ぜひこんな感じで解いてください。よく原点からのはここですね。ここで止めちゃうっていう。ちゃんとここまで書いて締めてください。では、今回は中学校3年生の教科書1章のテスト対策やらせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。では、引き続きね、テスト対策取っていきます。で、今結構そういう風にメールでね、問題用紙と、あと、模範解答送っていただいてたりするので、まあ、実際にこう、出された問題とかもね、扱えたらと思いますので、まあ、よかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。